はい、皆さんこんにちは、マジンこと渋川南波です。本日はちょっと講座とは違うんですけど、僕が持っているですね、はい、こちらごめんなさい、僕はジャン・ルク・スカウターというものをね持ってるんです。今回それについてのお話をしたいと思います。ジャン・ルク・スカウターとは何ぞやからいきますけど、あ、見てください、ここに上の上、上の中、上の下、かなり大きな壁、中の上、中の中、中の下、下の上、下の中、下の下、プロの壁、まだ麻雀始まっていない。この10段階に分かれていて、僕は人の雀力をこれで評価してるんですね。これ、まあ独自のスカウターなんですけど、はい、これを聞いた皆さんの中に、こいつは本当に人を評価付けするとんでもないやつだと思う人もいるかと思うんですが、これ僕は決して遊びでやってるわけではありません。なぜならですね、麻雀は誰と戦うかがもうとても大切なゲームなんです。例えば上の上3人と渋川でやるのか、まだ麻雀始まってない3人と渋川でやるのかでは打ち方は絶対変わるべきなんですね。はい、その辺のことが僕はプロをやってて気づいたんですよ。これ相手によってだいぶ麻雀変わるなということに気づいたので、ってことはこれみんな対戦相手がどのランクにいるのかを調べなきゃダメだと思って、渋川独自の調査網を用いて調べました。まあ、これどうやって調べるのかと言いますと、まあ、まずは麻雀を見ます、その人のね、まあ、それでもう9割方は分かるんですが、まあ、あとは麻雀を話します。麻雀についての話をします。そして、まあ、一応一緒に打つはあんまり意味ないんですけど、まあ、配信対局で見るのと一緒に打つのはまた別の強さが出てくるんで、それも踏まえた上で、もうこれにね、ほとんどのプロがこのランクに入ってます。で、この存在がですね、世の中にバレてしまったんですよ。なぜかと言いますと、片山正幸先生という、もうとても面白い漫画を描いてる先生が、ある動画内で、ちょっと渋川くんは人を評価付けしてるんだよと、僕もいろいろ聞いたよということを世にね、出てしまったので、まあ、僕はこの存在を実は隠してたんですが、まあもう世に広まっちゃしょうがないということで、今回これについてのお話をちょっとね、していきたいと思います。これどういうとこでね、評価してるかとか、いろいろあると思うんですけど、まず大前提いきましょう。渋川ジャン力スカウト。果たして、渋川さんはどこなのかと思いますよね。はい。上の上からまだ麻雀始まってない。渋川さんの場所を書きましょう、まずは。はい。ちょっと見えづらいかもしれないですが、僕は特上です。これ上の上の上です。これはもうあれです、調子に乗ってるとかじゃなくて、スカウターの性質上こうしなきゃいけないんですよ。なぜかと言いますとですね、例えば僕がここで謙虚に、いや僕は中の上なんですよと言ったとしましょう。じゃあ自分より上の人たちをお前どうやってランク付けしてるんだという話になりますよね。自分より上の人は自分より強いってこと以外には分からないんですよ。自分より強いけどこの人の方がこの人より強いなとかは分かるはずがないんです。なんなら自分より2人とも上なんで、どんな思考をしているかが自分にとって分かってないということなんで、その2人の優劣をつけれるわけがないんです。なのでこのスカウターを作るということは、自分はこの人より上にいないとスカウターを作ることができないので、僕は特上とさせていただいております。この話をして、まあ、片山先生とかに誰々はどこなのと言われるわけですよ。まあね、飲み会の場とかで楽しい話題じゃないですか。で、僕は本人には言わないんですね。揉めちゃうんで。これ厳しいんですよ。これかなり大きな壁で書いてるように、上にランクインするのはめちゃくちゃ厳しくて、基本的にいくつなのって聞いてる人は、まあ、この辺なんですよ。まあ、せいぜいこの辺。だからまあ正直に答えちゃうと、もう、ね、大喧嘩に発展しちゃう可能性があるわけです。例えば結構なね、もう僕の先輩の人に俺はどこなのって言われて、下の中ですと正直に答えてしまった時にはもうね、戦争間違いなしですよ。もう二度と口聞いてくれないかもしれないので、危険なので僕は本人には答えないようにしてます。
ただ別の人に聞かれたら答えるので本人の耳に入るパターンもあるんです。それはもう諦めてます。ちなみに俺はこの評価だって聞いたよと恨みがましく言ってくる人もいますいますが、それはもうすいません、これはもう僕の評価なんです。じゃあそれを見返してくださいと言うしかないです。僕の評価があなたを中の中と判断しているんですと。なのでそれが嫌ならちょっと見返してほしいです。まあ僕の評価なんで気にしないでくださいと。その時はもう平謝りですよ。そしたらただこれはもう僕が麻雀を捨て勝つためにやってるわけで、別にその人をね落とし入れたいとかそういうわけじゃないんですということを伝えて穏便にいつも住んでいますね。さあそして誰も発表しないのちょっと面白くないじゃないですか。ただ正直中の中の人を発表するとその人とはもうね仲悪くなっちゃうんで、上の上をね発表したいと思います。これノートで書いたんですけど、上の上は何人かいるんですけど、そのうち代表的な2人を発表します。はい、教会が起こるもう言わずと知れたゼウス鈴木太郎さん、そして教会が誇る玄ジャン堀慎吾、この2人は渋川スカウターで上の上に見事ランクインしております。でここで気になるのはどうやったら上の上になれるのかというのがありますよね。この評価基準がですね実はまちまちなんです。ここの壁を越えるのは結構僕の基準がありまして、上の人たちは基本的に明らかなミスをなかなかしないんですね。安定感があると言いますか、僕が一ハンちゃん見てても特に違和感のある打敗しない、まあこの人安定してるじゃんと、この人ちゃんと考えて打てるなという人たちは基本的に上の下に入り、でこの中の上の人はまあ基本的にやれてるんだけれど、なんか細かいミスが多いなとか、ちょっと知識知らないとこありそうだなということで、だん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 そのバランスが下がっていくんですけど、まあ、上の下の人たちは基本的にどの麻雀プロに聞いても、ああこの人結構強いよねとか、この人強いねとか、安定感あるよねという人で固められてるんですが、上の上まで行くにはそれだけでは足りないんですよ。上の上に行くにはもう自分の強さが必要なんですね。安定感だけではダメです。太郎さん、ゼウスはもう恐ろしいことに安定感は実はもうこの辺なんですよ。安定感だけだと中の中か中の下ぐらいの安定感、よく言って中の中の安定感なんですが、それを補ってあまりある場の支配力と構想力と相手の心理を誘導する力がもうすごいんですね。もう麻雀じゃなくて麻雀以外の部分がすごすぎる。なんだたまにこっちの方が面白いかなとか言って、そういう遊び心を持ってるんです。いやもうね、だからもうたまにもう本当にとんでもないミスを見て、やっぱここかと思うんですけど、その後すぐとんでもないファインプレーして、やっぱここだってなるという恐ろしい人なんですね。だから安定感だけではなくて、もう何かしらすごいことがあるんで、ちなみにこの人は安定感も結構あります。やっぱり基本的に外さないんですね、全然。ただ展望がなくなった時に投げやりになる。そこだけはこの辺なんですけど、それをね言うとね、もう展望がない時は何やってもいいだろうと、どうせないんだからと逆ギレしてくるんですよ、ね、その部分だけはちょっと低いんですけど、藤さんは何が一番優れているかというと、まあ発想力ですね。発想力、普通の人はもうピンフドライチは大体リーチなんですよ、強い人たちは。堀さんは平気でやみ手にしてくるんですよ、2000点とか。でも理由を聞くとですね、とてもねいい理由が返ってくるんですよ。相手の手がこうだからとか、局面的にとかで、麻雀の考え方もね独特で、もう1局単位の局収支はもういらないと。ハンチャンが終わった時の局収支だけあればいいから、1局単位の損はいくらでも捨ててやるぜという恐ろしいジャンプでして、ただそれがねやっぱね見てて面白いですし、やっぱり理にかなってるなと。
ということで、太郎さんとおいしんごプロの2人は上の上となっております。でこの評価は実はですね、結構ずれるんですよ。ちなみに上の上まだいるんですよ、何人も。そこは公表しませんが、昔上の上だった人が今上の下になってたり、昔まだ麻雀始まってなかった人が中の中になったり、いろんな人がいるわけですね。僕が出会った中でやっぱ嬉しいのは、最初この人この辺だったのに気づいたら上手くなってるなって人を見ると、ああこの人は本当に麻雀勉強したんだなと思ってとても嬉しい気分になりますし、そういう人はやっぱ要注意してますね。いつ強くなってもおかしくないんで、今はここだけど絶対後々上に行くだろうなって人も心の中には何人かいますね。このスカウターこんなこと言ってるけど、どうやって麻雀生かすんだという話をちょっとしてみましょう。昔ですね、対局があったんですよ。で時間打ち切りの2局前、トップ目の人と僕が2万4000手ぐらい離れてたんですね。で僕は親番でも時間打ち切り残り2局しかないというところで、終盤に面本を貼ったんですね。面本イーペーコー高めドラ、じゃあ面本ドラ高めイーペーコーのサブロック9ピンか何か貼って、これはもうジャンルクスタラルという相手の特徴なんですけど、その人がガチガチの人なら絶対ピンズは出てこないって部屋だったんです。その時は僕はこの人が出ることはないからリーチして積もりに行って6000オールにして並んで自局勝負にしようと思ってたんですよ。だから僕はその人のことをよく知ってて、この人はこれでも闇天ならサブロック9ピン打つ可能性があると思ってたんですね、よく見てたがゆえに。なので本来ならリーチするところを闇天にできました。そして実際その人が出たんですね、サブロック9ピンが。で闇天で1万2000上がって並びになって、時局なんか1500とかなんか上がって僕がトップだったんですけど、そういう感じで相手の麻雀を弱力と特徴を知った上でどうやって打つかが、このねスカウターがあることによってめちゃくちゃ得してると思うんですよ。相手の考え方がかなり分かったんで、例えば協会 A リーグで太郎さんと同卓した時に、僕は多分他の人より得してるんですよ。これはなぜ得してるかは言えないんですけど、この場で来季もね太郎さんと当たるんで言えないんですけど、かなり得してるし、堀さんと当たる時も多分他の人よりは得してるわけです、うん、これはやっぱりメンツのどんな打ち方をするかがすごく頭に入ってるんで、だから協会 A1 リーガーは全員かなりの精度で入ってるわけです。ただここでは残念ながら発表はできません。理由はお察しください。全員がねもちろん上の上なわけじゃないんです。シルカースカウター上の上は厳しいんです。でこのかなり大きな壁もあるんです。ですが、まあ、この人の良さはここにあり、この人の弱点はここにあり、簡単に言うともう本当にこの人と同卓、この人とこの人がいたら明細を強めにしようと、先切りしたりしようと、でこの人たちがいるなら明細必要ないとか、そういうわずかなバランスが僕は対戦相手によって変わってるんですね。で協会員はねかなり網羅してきたんで、そろそろ他の団体もね行ってみようかなと思ってるんですが、話さないとねその人の弱力はそこまで深く知れないので、いろんな人と僕はお話ししていきたいなと思っております。本来このスカウターは僕はもう誰に聞かれても本当に言わないんですよ。なぜならいくらだって言われても僕は気にしないよっていう人もいるんですが、気にするんですよやっぱり。えみたいな、だってねみたいな。で多分その人が持ってる下の評価になると思うんですよ、大体僕の質感って辛いんで厳しいんで。だから何もしない言われても気にしないよっていう人も気にしちゃうので、僕は基本的に言わないんですけど、最後にですね、じゃあ、まあ、するしないメンバーで一緒に M リーグの解説もした河野直哉プロの評価をちょっとお話ししてみたいと思います。ちなみに本人には何も言ってないですけど、まあ言うと河野直哉プロはですね、初めて出会ったのは施設リーグの新生戦というやつだったんです。
その時にこの人イケメンだし切るの早いし内容がいいなと思って、なんとジョーのジョーに一瞬入ったんですよ。おい、これでこんなやつが最後戦いたのかと思って、そして仲良くなって話していくにつれて、もうちょっとだったでどんどんね下がっていって、一時期、まあ、ジョーの中まで行って、ジョーの下まで行って落ちかけたんですよ、中の上まで。ただそこは踏みとどまって上の下になって、そして最近最後戦 A2 リーグにずっといて上がれないから麻雀変えるわと言って勉強しだして、今再びここを伺うかなというところに復帰してきました。なので河野彩プロは今この辺ですね、この辺に。一時期は上の上だったんですが、その時は僕の目が曇っていたということで今この辺です。ただ勉強熱心だし、やっぱりねセンスがあるので、このジョーのジョーになってもおかしくはない逸材だと思って見守っております。はい、以上です。ありがとうございました。